武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は近畿大学の勉強について話していきたいと思います。近畿大学医学部医学科に関しては別の動画で紹介してありますので、そちらをご覧ください。まあいわゆる日東駒線、関東の日東駒線と、まあ、関西の参勤交流の、まあ、参勤交流の近の近畿大学ですね。まあで、まあ、日大などのレベルと、まあ、まとめて、紹介されることから見ても、まあ問題の難易度的には基礎、中心で、まあ、本当に基礎、内容が完璧にできるかどうかを試される大学という形ですね。そんな近畿大学ですが、それぞれの科目の勉強、英語、数学、国語、日本史、世界史、地理、政治、経済、物理、科学、生物とありますので、自分が見たい科目を選択してください。